こんにちは、料理家の木島隆太です。さあ今日はね、柿のシダあえを作りますよ。大人のためのまあ副菜というか、おかずというか、おつまみというか、ぜひ最後まで見ていってください。では材料からいきましょう。まず材料はこちらです。柿ですね。はい、旬の生の柿です。ここに白あえなので豆腐、今日は木綿豆腐を使います。あときゅうり1/2本、調味料はお塩、砂糖、白のすりごま、以上でございます。ではまず豆腐の水切りからやっていきます。この豆腐の水切りが今日のちょいコツポイント。ペーパータオルの上で潰して水気を絞って最速の水切りを実現させるということなんです。ではやり方見ていってください。いきます。バットの上にペーパータオル2枚重ねて置いてあります。豆腐をこんな感じで置く。そしたら これをね、フォークでもうひたすら潰していきます。どうせ白あえにしてしまうので潰しちゃって全然 OK なんです。豆腐を潰して使う料理の水切りをしたければこのやり方が最速です。豆腐ハンバーグを作るとき、あと炒り豆腐を作るとき、ぜひこのやり方やってみてください。はい、はい、潰れた。そしたらもう2枚上から乗っけて、上から押さえつけていきます。ギュッギュッギュッとね。そうするともうすでにここで水が結構出てるんですよ。このままくる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 っとロール状に巻いて、上から押さえて、こんな感じで置いておいてください。続いてきゅうりの塩もみを作ります。両脇を落としましたら縦半分に切りまして、端から薄い斜め切りにしていきます。まあ、きゅうり入るとさ、色も綺麗なんですよね。白とオレンジの白あえにきゅうりの緑が大変映えますのでね。ボウルに入れたらここに塩を2つまみ入れて絡めておきます。豆腐に戻りましょう。もう触ってみるとここももうビショーってなってるんですよ。これだけもう水気吸ってます。で、白あえって別にそこまで豆腐の水気をしっかり切る必要ないので、もうこれぐらいで OK。 時間にして2分ぐらいかな。はい、このペーパーを剥がしていきます。ドゥルルルルルル。でペーパーを剥がしていきます。見て、こうツルーンとね。でこのリードでやると豆腐も結構剥がれやすくていいんですよ。ほらペローンとね。はい、ペローンと、こんな感じで水気を取ったお豆腐をボウルに入れます。でまた上からちょっと潰す。でこっから白あえのあえ衣を作っていきます。あえ衣っていうのは和え物のこのなんつうの、生地になるもののこと、和え衣なんて言いますけどね。お砂糖、すりごま、あとお塩、こっちも2つまみさっと入れておきます。で混ぜる。これね、絹豆腐でやってもいいんだけど、絹だとね結構この滑らかになりすぎちゃうんですよね。なので僕は柿とかこうフルーツで白あえをやるときは木綿が俺はおすすめ。今日は柿でやるけど、意外と美味しいのがブドウの白あえ。それこそさ、今流行ってるさ、シャインマスカットなんてね、白あえにしてもうまいんですよ。あれ甘くて味が濃い野菜は、あ、フルーツは結構合うってことよね。はい、こんな感じであえ衣ができました。では続いて柿を剥いていきましょう。柿の剥き方です。ヘタと逆のお尻の方に包丁をグッと入れまして、このまま薄く皮を剥いていきます。剥くときは柿の方を動かしていく。包丁はずっと同じところにいます。柿をこう回して皮を剥いていくわけであります。さあ、だん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 剥けてまいりました。なんだろう俺今日のこの喋り方。ちょっとさ、こういうクラシカルな料理やるとき、おばあちゃんモードになるときもあれば、こういうちょっと落語家モードになるときもあるんですよね、俺喋りがね。切り紙の人って感じ。はい、てん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 つってハサミで切ってなんかさ、やる人いるじゃんね。これで今一本剥いたよ。そしたらここの部分を一周グググッと、ググ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 グとグググとやっていきます。でヘタだけ残ります。これね、ヘタのところ硬いから包丁でやろうとすると結構硬いです。硬いから硬いです。そうしたらヘタを下にしておきます。半分に切ります。ヘタのところ硬いから当たります。そしたら包丁を倒します。パカッと。そうすると割れます。割れたらここのヘタを V 字カットで切り離す。種なし柿だったらこうやって剥けます。薄いいちょう切りにしていきます。これぐらい薄いと食べやすいと思います。さあ、あとは混ぜていくだけです。白あえのあえ衣に柿をまず入れて混ぜていきます。
はい、こんな感じでまず合わさりました。そしたら続いてこのきゅうり、きゅうりもう一回塩上から揉んであげて水分を出します。はい、水気を絞って和えていく。ほら美しいでしょ、このきゅうりの塩もみのちょっとしょっぱいパリパリっとした食感が加わることで一気にね、なんか味が引き締まるんですよ。なのでこのきゅうりを入れるのすごいおすすめ。はい、これで盛り付けたら出来上がりでございます。お疲れさまでした。やっぱね、色がまず美しいよね。いただきます。うん、うまい。こうね、水切りして濃厚な豆腐とごまのなんかどっしりした味、そこに柿のサクッとしてんだけどやっぱり甘みがグーンってくるんです。でちょっとほわっとしたところにきゅうりのシャキシャキ感と塩味、ものすごいバランスがいい。これほんと小料理屋さんとかで出てくるような料理がお家でほんとあっという間ですよね、にできてしまう。これはこの種なしのシャキシャキとした柿がある今の季節のみ、秋限定でございます。ぜひ早めに作ってみてください。おすすめです。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。リクエストあったらぜひ聞かせてください。作ったよっていう方は SNS に載せていただけるとすごく嬉しいです。というわけでまた会いましょう。さよなら。